おはようございます。6月22日木曜日です。本日の水揚げ状況は少ないですね。まあ昨日はねちょっと天候の方が一日降ってましたしね、風も強かったです。ほとんど出られてないですね。はい、ちょっと寂しい木曜日です。はい、じゃあ見ていきましょう。こちらはね、今もうハモが少しだけ夜中には少し出ようと思えば出られたのかな、どんな感じでしょうかね。あとはタコをしてますね。わずかには増えてきそうな感じがするんですけどね。はい、活魚ですが、活魚もほとんどないですね。何かがちょっと出てくるのかな、でもやっぱりなさそうですけどね。はい、競り場ですが、はい、こんな感じ。向こうの方にね、少しだけ出てる状態で、もうガラーンって感じですね。いや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 。はい、こちらはこんな感じ。この蓋がしてあるやつはタコでしょうね、多分。大きな胡椒だ。これは生き締めですね。ビタ。この貝もそうですね。出たのかな、夜中に。でっか。はい。こちらは具材。引き締めですけども締まりかけてますね。あとは胡椒だ。その下は手代かな、やっぱ。チル。はい、こちらにも少しカモが並んでますけど、これは止めてたのかな。でもいいね、サイズ的には。はい、送りのりですが、今日はまあまあかな。多いってこともないけど、まあ、2羽ぼちぼちあるみたいですね。綺麗なやん。綺麗な。これ大きめです。いいね。少し増えてきてるのかな。本当にわずかですけどね。はい、これはヤコボラ貯めてたんですかね。もうこちらはウマヅラが少し出てきましたね。はい、藍色の
サポートです。ああ。おお。これいいね。これはでかい。これいいタコですね。少しだけイカシモンが出てきましたね。これはアコウですね。おお、これ結構大きいですね。おお、立派な。いいサイズです。隣はカサゴですね。数は結構あるんですけど、まあ、サイズがね、これはいいね。中にはいいサイズもありますけど、まあ、そこまで大きくはないですよね。はい、タイもね、少しだけ出てきましたね。まあ、サイズ的にはあまり大きくはないんですけど、いいですね、これ。昨日もね、結構してましたしね、少ないからまあしょうがないんですけど、イシダイもありますね。まあ、中ぐらい、1.5 ぐらいかな。まあ、でもこいつは湯を超えてますね。これはいい次第ですね。はい、このタイもいいですね。2.78 って言ったとこですか。サイズ的にはいいですね。おはようございます。こちらにもアコが少しと、ああ、アコが1匹、まあまあの大きさですね、これもね。魚少ないしね、安くはないですよね、今ね。はい、競り始まります。はい、少ないんですけどね、まあ、とりあえず狙うだけ狙ってみましょう。高いでしょうね。Oh!
あ、怖いよ。おはようございます。へそくり持ってきた。へそくり、へそくりね。都ごらとハマ、そうそうそう、今日でもまた湿気そうな感じ。昼から風が出るんだろう。なおさんもう出てないんだけど、あ、朝間だけやろ。出れるのね。映画ミックスはい、今日の活魚ですが、あ、とりあえずね、高かったですね、やっぱりね。まあ、競り上がったら仕方ないですけど、まあゲットできましたね。一応狙ってた天然で、あとは枝代もね、これがこの辺を超えてるんですよね。枝代も1枚ゲットできました。あとはね、水槽のコチを上げていきましょう。よし、これで今日はいけると思いますですけど、まあ福岡もなんとかには持って帰ってるんですけど、少なめですよね、やっぱね。ヒラマサ、はい、それじゃあね、競りもね終わりましたんで、戻って頑張りたいと思います。はい、木曜日の水揚げですけど、本当に少なかったですね。わずかしかなかったですちょっとね、寂しい感じですね。水曜日のこんな感じの水揚げでしたからね、ちょっと、徐々にきつくなってきたかなっていう感じですが、ただ今日ね、木曜日、今日もね、昼から風が出るっていう風にね、漁師さんも言ってましたんでね、どうでしょうかね。朝間は少し出れるかなとは言ってましたから、朝間かあと夜に、まあ、風がやめばっていうことなんですけど、どうでしょうかね。なかなか天候も変わりやすいんで、難しいところですね。はい、ということです。さあ、週も後半に入ってきました。木曜日、今日も一日しっかり頑張っていきましょう。さあ、やるぞ。はい、それじゃあね、戻って頑張りたいと思います。木曜日の水揚げですけど、少なかったですね。水木とね、2日続けてのしけっていう感じでね、ちょっとね、在庫も少なくなって厳しくなってきましたね。そろそろね、一度バサッと水揚げ欲しいところなんですが、今日もね、少しね、天候はあんまり良くないようなんですが、まあちょっとでもね、出れればね、補給できますんでね、どうでしょうかね。まあ天気本当に変わりやすいです。はい、ってことなんですけど、まあとりあえずない時にはね、ないなりにしっかり作っていきたいと思います。さあ、週も後半木曜日、今日も一日しっかり頑張っていきましょう。はい、高評価とチャンネル登録もよろしくお願いいたします。よし、頑張ろう。はい、お店到着です。天気もちょっと微妙ですけど、まあ今のところ雨の心配はなさそうですね。はい、今日もしっかり作っていきましょう。よっしゃ、はい、おはようございます。はい、今日も少ないね、魚がさあ、頑張りましょう。続きまして、開き。
今がね、旬。今一番美味しい。今ね、うなぎのね、ぬるぬるとってる。さーっとね、熱湯かけたら、このぬるぬるがね、ぬるぬるとってる、こうやって。こんにちは。今日は控え室の方からコメント紹介をしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらにはもっちゃんがおります。声だけ静えがいいということなので隠れておりますが、ちゃんとおります。独り言じゃありませんよ。いや、ついたんしかは最近独り言多いんだね。よし、じゃあちょっと読みますね。なんかね、YouTube の方のね、この名前のところがね、表示がね、変わったみたいでね、これ一個一個開いていかに研究、ちょっと遅くなるかもしれないです。昨日からね、あの名前が出んようになった。ね。なんかあればよね。矢田様ってやって戻って呼ばないといいよ。青山鮮魚の皆様、お疲れ様です。本日はびしゃびしゃ雨のため丸尾漁協へは行けず、青山鮮魚の皆様、雨でも頑張ってください。応援しています。ありがとうございます。もっちゃんも頑張ってくださいって今付き加えました。はい、私が心の声次、杉本紗恵子様です。青山鮮魚の皆様、お疲れ様でした。朝からすごい雨やったから仕事に行くのに足元がびっしょりになりました。
しばらくは2人の仕事が大変ですね。頑張ってください。はい、頑張ります。頑張りましょうね、もっちゃん。はい、雨にも負けず風にも負けず。はい、そうでございます。次はね、猫道様です。お久しぶりです。青山鮮魚の皆様、青山ファンの皆様、小川ちゃんのお母さん、お疲れ様です。小川ちゃんのお母さんにまで見て、お疲れ様ですって、すごい優しいね、猫道様。野口さん、退職なさってたんですね、お疲れ様でした。最後にお会いできてよかったです。お寿司屋さん繁盛するようにお祈りしています。お店に伺う機会がありましたら、例の T シャツを着て伺いますので、よろしくお願いいたします。頼みますよ、ね、頼むよ、頼むよ、うん、次はちょっと開くよ。富永様です。あお、戻って、あ、いけなかった、変なとこ落ちた。富永さん、富永さん、ひらかにはわからんけど、ちょっと大変だよ、これ名前が出なきゃ。雨の中お疲れ様でした。お疲れ様です。やっぱし魚少なかったですね。今日も少なかったね、もっちゃ。明日あるかね。いや、明日、今日も夜からまた風がかなり吹くちゅうて、そうな、もう少ない可能性が。そうなんだ、うん、もう降りがまだあるじゃないですか。はい、じゃあ明日はよく行くよ。野口くんがいない分、まな板の間が感覚がね、広くなりなんか寂しいですよね。そう、なんかね、ほんとね、距離ができてね、もっちゃんとね、なんかちょっと無言でありようだね、今日もね、うん、一人で喋れんしさ、もっちゃんね、ゆきゆで一人ふとになってもっちゃん、もくもくとしようしさなんかね、しょうがないね、しょうがない。しかし大谷ちゃんの明るさで盛り上げていきましょう。今日ね、あの早起きちゃいようと思ったんやけどさ、うん、出る時間に目が覚めた、そっちゃん。うわびっくりした、そうだし、わしね、6時半過ぎに出るんやけどさ、6時36分に目が覚めたんよ、二度寝してね。明るいわ外がさ、びっくりしてさ、もう絶対間に合わんと思ったけど、頑張ろうと思ったん、私も。まずさ、歯磨きするじゃん、バーってさ、で水でパッパーって水浴びしてさ、水浴び顔洗うじゃん、とりあえずあっち、ここ後ついてる枕のさ、線がこうさ、さ、もう日焼け止めをさ、パーって塗ってさ、パッパッパーってこんな吹いてさ、眉毛描いてかないけど、眉毛とりあえず描くよね、さ、まあ、髪の毛ええやと思って、もうね、これ で着替えてさ、5分、すごいね、5分で支度してさ、出たら間に合ったぶち焦った。初めてやない、こんだけギリギリって。目覚まし時計セットしてなかった、そっちゃん。ああね、びっくりした。よかった、間に合ってね。見てこれ、このさ、普段の化粧と、あの今日の3分ぐらいでした化粧とあんまりクオリティ変わらんねって言われたんです。ブーやね、なんか見せるやつ変わらんよって。杉ちゃん、今日ちょっとねって言われたらすごい嬉しいけどさ、うん、いつもなんかね、適当ちくってね。そういうことよね。グッチーさん、グッチーさんって野口、あ、野口くんよね、これ絶対。赤いちゃん、昨日会ったばかりの野口です。赤いちゃん、ちょっとごめんね、野口、なんかね、他の人も似た人がおるよね、名前が。ちょっと待って、探すよ。あ、ほんとね、昨日会ったばっかりの野口です。普通に元気です。大谷さん、相変わらず可愛いね、小声でありがとう、野口くん。あんだけ喧嘩しよったけどさ、やっぱね、おらんにはね、寂しいね、うん、あの相方もなんか寂しいね。そうもうしね、あのもっちゃんもさ、そんな話しかけてもくれんしさ、結構もうシーンとしょるね、話しかけんけどさ、余裕がないんで、もっちゃんもでたけちゃんもね、なんか寂しくなったねって言いよったよ。よかったね、そういうこと、終わり
明日来るよね、あの給料日やけ、取りにね、うん、その時にまたねちょっとご挨拶して、うん、あ、ともりんじゃない、ともみち、もう書いてくれちゃうけど分かりやすいじゃん、これともみちです、お疲れ様です、ともみちです、明日からまた雨予報ですね、週の後半も無理せず頑張っていきましょう、はい、せつけ味いつ見ても美味しそう、はい、美味しいですよ、美味しいって言っても食べれんもんね、味見できんね、あれだけ数数えちゃうけね、もう、うん、取られんのあれ、盗み食いができ、次は片柳様かな、片柳様です、青山線、あのまさしさんのとこ、うん、オレンジの、うん、いけんね、これほんと名前がポッと出て、青山選挙の皆様、お疲れ、お仕事お疲れ様です、お疲れ様です、悪天候、悪天候って転倒してんけど、悪天候転倒してんけど、悪天候のせいか入荷がかなり減って少なかったみたいですね、うん、大谷さんのさばいていたせつけ味、油のりのりで美味しそうですね、野口さんの新天地が湯田温泉と聞き、湯田温泉周辺よね、周辺、湯田温泉周辺、温泉道路から109号線やから、いいじゃん、うん、お説明しあげて、いやいや、湯田温泉沿いに行ったら、あのニトリがあります、あの上から下られたら左手、うん、下から行けば右手にニトリがあります、うん、そこの信号をニトリの方に曲がって行って、うん、ただすぐ分かるってことでした、うん、ニトリの辺、ニトリの、うん、ね、ちょっとあの距離が分かる、あ、ちょっとね、線外からなんかみんなね、あの知らんで、戻りに出ねえと、もう新天地が湯田温泉と聞きって書いておけ、もう湯田温泉の寿司屋さんってみんな思い込んでおけ、うん、そこはねちょっと違うんですけどね、近くなるね、高2の時の修学旅行で行った思い出があり、とても懐かしくなりました、大谷さん、本永さん、野口さんが抜けて大変だと思いますが、はい、頑張ってくださいね、はい、頑張ります、ということです、片柳様ありがとうございます、お気遣い誠にありがとうございます、ありがとうございます、初コメですか、ちょっと名前を開こう、なに、花津さんでんかな、これ、初コメです、花さん、夫婦でずっと見させてもらっています、せつき味の握りが美味しそうです、いつ頃まだありますか、もうちょっとあるかもね、ま、もう大きくなってるんですよね、だんだんね、怖いでもないようにから、そうそう、なんかもうそろそろあれかもね、うん、まあそれあのさばくのいい、うん、ちょっと時間今度は油で揺らすと、うん、今あの一貫取りができるぐらいがちょうどいいんだけどね、そう、もうサイズがねどんどん大きくなってきてね、もうそろそろかな、食べ納め、なんかね、食べ、マグロがしっかりあるから美味しいのは美味しいよ、ね、うん、見かけたらね、ちょっと買ってみてください、まだノリノリだそうです、油が、次は福田様かな、福田様ね、福田様、風の強い中、ゆうとくん頑張ってましたね、うん、竹信のおいちゃんもおらん魚が少ないと困るね、困る、大谷さんと元永パイセンに釣りに行ってもらうワンと、もっちゃんね、もう親指が痛いここがね、綿壁がいじめました、そう、私が手しおけね、綿壁のカズオちゃん、うん、そういや最近セリ場に見ませんね、ほんと、おらん、一番もう終わった、ああ終わったってけどね、大谷さん笑い取ろうとしてわしのコメント最後に読まんでよかとよって、でもね一番ね最後になんかおるよね、福田さんって、これ今日も昨日のも最後におるけね、私選ん順番通りに読んでおりますので、そういうことよ、おもちゃん、怖いよ、分かった、短いよね、大鳥なんや、大鳥ですから、いつも見やすい、あら畠山さん元気ですか、今日入ってなかったね、うん、なんか用事があるかな、うん、前夜さんとね、あの豊田くんもね最近はちょっとあれはね、6時閉店になったからもう仕事が終わったら間に合わ、長谷電機のね、うん、豊田くんにもう間に合わんのよね、うん、元気ですか、でも今ねすごい忙しいと思う、電気屋さんは、そうクーラーで今からシーズン、うん、すごいと思う、
お会いすると思うけど、ここにボーってかかってくる。ああ、そうだね。一気にさ、入ってくる。大変と思う。あ、エアコンつけようね。でもまあ電気代が今かなり上がるってことやったら、そうだね、なかなかあれかもしれんけどね。タクシーの買い替えた方がいい。あ、だけどランニングコスト考えたら今省エネっていうかな、電力を消費に少ないやつがあるから、もし不便があれてもう急にやったら早めに切り替えした方がいいと思う。電気料金が助かると思います。はい、そういうことです。すごい旬みたいなこと言う。勉強になりますね。ありがとうございました。本日も本日もお疲れ様でした。ではね、また明日も元気にお会いしましょう。明日野口くんがね来るのでね、遊びに遊びじゃないよ、これ取りに大きい手で返すわこれね、うん、そういうことです。はい、じゃあ今日もゆっくりお休みにしてくださいね。もっちゃんお休みします。おやすみなさい。昨日かって1時間ぐらいのたとえしたのかもう話しかけちゃダメ、終わりにくい。ではまた明日、また明日コメントかかりましょう。本日もご清聴ありがとうございました。またコメント待っております。また明日、おやすみ。おやすみなさい、野口くん。しんちゃんいいか、しんちゃん。